いやみんなエスパーだよ。最後とちょっと違うするけれども、なんだろう。はいどうも、まことちゃんカールカレー味です。どうもよろしくお願いします。どうも。さあ今週もべしゃくり侍始まりました。よろしくお願いしますね。もう今日なんかねちょっと事務所がほんわか暑くてまことちゃんほんわかしてますけどもね。あーぽいちゃんこんばんは。どうもまことちゃんです。で、先週ありがとうございましたね。あの調味料あの後美味しくいろいろ調味料を使わさせていただきましたね。未だにこのあのぽいちゃんからのアドバイスいただいたあの白醤油をどう使おうかなとね、ちょっと今悩んでるとこなんですがね、まあ、もうちょっとしたらいいアイデアが浮かぶんじゃないのかなと、誠ちゃんは思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします、ね。ああさとりさんどうもこんばんは。誠ちゃんです、ね、よろしくお願いしますね。ということで、ちなみに、まあ、ちょっと話変わってしまうんですが、皆さんカール食べたことありますよね。もう有名かと思いますけども、皆さんカール何味好きですかね。まことちゃんは最初に言ったようにまあカレー味が一番のね、やっぱこのまことちゃん世代がね、スナックでお世話になってた時代で言うと、もうカールと言ったらカレー味がもう一番のね、インパクト的なね味で、まああの頃と言えば薄味、まあ、チーズとカレー、3種類しかなかった感じなんですけどもね。今でもいろんな味があるみたいなんですけどもね、このカールがですねついにね、今週も終了シリーズという感じでちょっとお伝えしたいなと思うんですがね、ついにあのカールがカールのおじさんが全国で見られなくなります。皆さんね、あボイちゃん、麦で作ってるから透明、あこれ白醤油ですね、透明だけど普通の醤油と変わらないよ。ありがとうございますね。ボケオさんもう販売終了した。ダブルチーズ味はうますぎたので箱で買ってた。ダブルチーズあったっぽいですね。なんかね普通のチーズより超濃いやつですよね。ダブルチーズ、まあチーズ 200% 的な感じのやつですよね、多分ね、らしいんですけども、大変ですよね、カールのおじさんみんな全国で見れなくなります。じゃあどこで見れるんだって言ったら、今度はね、どうやら関西のね、関西でもまあ 西寄りというかね、関西は関西でも本当にもう西寄りな感じな方でしかなんか販売をしないと、いうことでですね、これがねもう関東圏内の僕らとしてはもう完全にもうアマゾンさん楽天さんを経由しないと買えない。まあもしくはまあ旅行行った時にね買うしかないですよね。あのどん兵衛じゃないですけど、赤いきつねじゃないですけど、イーストウエストぐらいな感じのやつで、もう行ったらね、わーカール売ってるよ買っていこうみたいなね、感じだと思うんですけどもね。さとしさん、さとりさんは薄味派ということで、まあ、ことちゃんね薄味も、まあのね、お酒飲んでる時とかのね、あの薄味とかチーズ味はね、あのちょうどいいんですよね。あのお酒飲むと塩分がねなくなるのでね保湿するんですけどもね、まあ、あれだけを単体で食べるといまいちこのまことちゃんはちょっと物足りずカレー味に走ってしまう感じなんですよね。あのパンチがある感じでね、ですね、あのカールのこのね U の字の中にベロ突っ込んでね、ね、ちょっとこういたずらするというかね、ぽよちゃん、マジかチーズ味食べたい。食べた方がいいですよ。これね8月、2017年、まあ、今年ですね、今年の8月末までの生産分にて、全国での販売を終了するということなんでね、それ以降は、関西圏、関西のさらに西のあたりで、販売するということなんですけども、冒険さんチーズ味カールを、チーズフォンデューした感じでした。チーズをチーズでコーティングするわけですね。
チーズでいいんじゃないのかな。でも違うんだろうな。あれはスナック菓子であれをやるからいいんだろうな。なるほどね。まあ、でもカールのチーズ味を本当にチーズフォンデューしたらなんかうまそうな気もするんだけど、ちょっとやってみたいですね。ぽいちゃん、西ならまだ買えるのか、どっかで探してみようかな。あ、ま、買えるのかな。あ、でも、これがですね、関西地域でですね、売り出されるのが、滋賀県と、京都府と、福井じゃなくてどこだったっけな、奈良、和歌山の、和歌山でも西寄りの方ですね、の県内で、その要はまあ販売すると。で逆に、まあ、若干関西圏に入ってるんだけども、まあ、販売しないよっていうか販売できないよっていうのがね、どこだったっけ、あ、福井、これが福井だ、これが福井、三重県、どこだっけ、あ、岐阜県、これこの3県ですね、が、ちょっとね、あのどうやら仲間入りできなかったらしくね、残念ということで。でもこれかわいそうですよね、さっき言った和歌山県の、どこだ、西のあたりではこうね、あの販売できるのに、三重県では販売できないね。県境の人はね、なんかこう、まあ嬉しいような、まあ嬉しいんだろうな、まあどっちか行けばあれなんだろうけど、ギリ三重県の人はね、県をまたいでコンビニに行かないとね、カールが手に入らないというね、まあでもそんなこと言ったら京都と福井とかもあの辺りも近いのかな、ね、あの辺りもね、カール食べたいって言ったら、じゃあ県境の先のコンビニスーパーに行くかみたいなね買ってくるよっつって行かないと手に入んないということなんでね、なので、まあぽよちゃんは、のところは難しいのかな、愛知は難しいのかなね、冒険さん、普通のチーズ味じゃ物足りないので食うのやめた。ああ、まあね、ダブルチーズが美味しくてうますぎるっていうんであればね、やっぱあのちょっと軽めライトな感じになってしまうから、まあ、物足りなくなってしまうのかなっていう感じですけどもね。ぽよちゃん、岐阜と三重は東海地方だから、あ、まあそうですねまあそうですね、そうでしたね、まあでもなんかね、そういう表記があったのでね、まあわりかしそのまあかん、まあ、ね、こっち寄りになってしまうのであれなんですけども、なので皆さんね、まあカールのおじさんに思い入れがある人ね、私はカールのおじさん大好きだよっていう人はね、8月までに、たんまりと段ボールいっぱい、買いためてくださいね、そこからもうね、特に関東圏内とか東北の人とかね、北海道の人はね、手に入らないのでね、手に入れるとしたら一回 Amazon を経由、楽天を経由しないと、入ってこないのでね、ぜひとも、お買い求めくださいね、大変ですからね、ね、まことちゃんもカレー味をね、夏までにはちょっとね何個か買っておきたいなと思いますね。まそう、あ、そうか、どうせだったらね、このベシャクリ侍でね、ペヤングシリーズの次に続くなんかカールシリーズをね、まあ、別に吹くことリバースはないですけどもね、なんかご紹介できたらなとは思いますけどもね、ね、その時はどうぞ、よろしくお願いしますね、あ、キャッチさん、おはようございますいいですね、すいません、部屋間違えましたこの入り俺も使おうかなね、まことちゃんです、どうもよろしくお願いしますね、今カールのお話してました。あ、バクさん、どうもこんばんは、まことちゃんですね、調子の方いかがですかね、なんかあのツイッターでなんか大変なことになってるっぽいですけどもね、お気をつけてくださいね、体調にはね、ね、キャットさん、本日もあっという間にお時間となりました。いや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 、まだ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 、今始まったところですかね、
カールね、バクさんとかキャットさんとか、もうバクさんなんて特にあれですよね、もうカールなんてもうお世話になってた世代ですよね。もうバクさんの世代だと何だろう、やっぱチーズ味と、薄塩味にお世話になったんじゃないですかね。遠足行く時ナップサックにねいっぱい入れてね、ちょっと傘があるようにね、あれとキャベツ太郎にお世話になったんじゃないのかなと思ってるんですが、りゅうちゃんお疲れ様でした。いやいやいやりゅうちゃんさんまだですまだですね、今始まったばっかですね。まあ、今までのね2ヶ月ぐらい前までであれば、まあ、この時間にちょうど終わってた感じかもしれないですけど、ね、これからなんでね。バクさん、カールが販売不振とは想像もつきませんでした。そうなんですよね。まあ、要はその全国展開をやめてしまうっていう理由が、まあ、これだというね。まあ、1968年ぐらいから販売開始でしたっけ。なんか結構ねロングセラーって思ってたのかなと思ったんですけど、意外とカールがねうまく売れてなかったっていうのがね、ちょっとこれネットでバッて上がってきた時、そんなのおじさんあんなニコニコしてるのにめっちゃ赤字だったんだねみたいな、なのでちょっとね驚いちゃったんですけどもね。さとしさん、画像が止まってる。あ、大丈夫ですか。動いてますか。今マグドちゃん今動いてますよ、これがこう動くようになったら OK かもしれないですね。まあまあ普段こう立ってるだけですからね。マグドちゃん止まってる、画像が止まってるのと何ら変わりない感じですけどもね、下手すると今日静止画だったかもしれないですけどなのでちょっと動いておきましたね。ちゃんと大丈夫ですよ、動画ですか。キャットさん、カール・ルイスのカレー味美味しそう、カール・ルイスのカレー味焦げじゃないですか真っ黒黒ですよね本当に。カレーパウダーめっちゃ、もうそれでこそダブルカレー、ダブルチーズのダブルカレーみたいな感じですよね。ね、そう、まあ、ダブルチーズとかね、ちょっと変わった味といえばね、あの、まあ、カールのカレー味と、大人の贅沢カール、なんかね贅沢なやつありますよね、リッチシリーズと、小粒のカール、これはもう完全に終了だそうですね。なので、早めに買ってくださいね。バクさん、変な味を作ったのが影響したのか、まあまあでもね、正直この辺もあるんですよね多分ね。昔というかね、まあ、バクさんとか僕らの先輩にあたる人たちっていうのはそんなにね、あのフレーバーというフレーバーがまあね1個の種類についてそんなない時代でしたから、僕らもそうでしたからね、1個のフレーバー新しいのが出るだけでうそーっていうぐらいね飛びつくような時代だった。でもそれがね今となっちゃう、もう何ですか、もうガリガリ君にしろね、もういろんな何十種類とかねあって、うまい棒でも何十種類っていう時代ですからね。マコトちゃんの時代ガリガリ君なんてもうソーダかコーラかあってレモンぐらい、この3種類ですからね。もう赤青黄色信号みたいなもんですからね。なのでね、やっぱり今いろんなちょっとフレーバーを使ってしまったのが、まあ影響出てるのかな。カールのおじさんちょっといろんなのに手出しすぎたなとね、あのペットたちね両サイドにいるペットたちと会議をしてね、もうちょっとフレーバーをね絞るべきでしたね。なるほどね。おー、佐野さんどうもこんばんは、まことちゃんですね。よろしくお願いします。冒険さん、うまい棒あれば十分じゃね。まあそうですねそうですけども、やっぱカールね、カールね、あのがやっぱいいんじゃないですか、まっすぐよりねね、私棒まっすぐ嫌いっていう人はね、あのちょっと甘の弱な人は、まあ、カールに行くんじゃないでしょうかね。丸山さん、ナポリタン、あ、うまい棒ですね。キャットさん、こんなカールは嫌だ、大喜利鉄拳さんみたいな感じになってますよね。丸山さん、ああ信号、ああ振動シャブ台ひっくり返ってますよね。丸山さん、広島、あれはカープ、ああ広島です、それは、ね、でもまあそうなるとね、今度そうだ、
ウカールできないじゃないですかね。関東圏内あの験担ぎできなくなってしまいますね。やっぱ受験生とかね、受験生の人はもう今後今度は関西の方に行ってもう買っとかなくちゃいけないっていう感じ。まあでもそっちの方が逆にご利益があるかもありますよ ね。お守りで買ってきたよウカールね、これを食べれば君ウカールよっていうねあれがあるかもしれないですけどね、なのでまあちょっと価値観はもしかしたら上がるかもしれないですね、関東圏内ではね、西の方ではね、まあまあ別に横ばいな感じかなという、ねせっかくチーズ味で、利益を出していたのに違う味が売れずに利益を削ってしまったのか爆さん、多分そんな感じですね。よろしくお願いしますね。まあね、いろんな思い出ありますよねお菓子としてね。さあ、まあこんな感じでね、今週も、販売、生産終了シリーズご紹介いたしましたね、なのでまたもし皆さんのね身近なところでこんなんが終了してしまいます、こんな懐かしいお菓子がもう手に入らないみたいなのありましたらね、こちらの方に送っていただければご紹介できるかなと思います。よろしくお願いします。さあね、今週もやっていきたいなと思いますね、前回は、ペヤングのね、クソ激辛を食べた挙句ね、まことちゃんの後ね、若干お腹の中がヒリヒリと、お尻が若干感ヒリヒリ、ねしてました、ね。まことちゃんは意外に辛いのに弱いんだなということが判明しました、ね。なので辛い時は必ずね、あのぽよちゃんが送ってくれた、つけて味噌かけて味噌をね、あの万能味噌だれをポッケに忍ばして出かけようかなと思いますね。ね、まあ、皆さんもねやってみてくださいね。特にあのぽよちゃんとねあの近い地域で住んでる方がもし見ていたら、よろしくお願いしますね。丸山さん軽く考えすぎたか思いは通じず軽く考えすぎたので、ね、軽いシリーズかぶせてきましたね。もう一個ぐらい来るのかなこれ、ね徐々に長くなってますからね、最後はいい感じですがね。おっとまさかのここでキャットさんカルベ、ね、一言シリーズどうもありがとうございました、ね。さあ今週もねちょっとね、カールじゃないんですが、ね、ちょっと気になることね、もうちょっと考えた方がいいんじゃないっていうのをね、まことちゃん持ってきましたので、ご紹介していきたいなと思います。さあまずね今週一発目、最近ですねまことちゃんちょっと珍しく、まあ、バイト先というか仕事先にですね、いつもだいたいね、まあ、皆さんはまあペットボトル買ったりとかねしてるかと思うんですけど、まことちゃんね家庭的に水筒ね水筒を持ち歩くようになったんですよ。でその水筒、まあ誠ちゃんちゃんと見ればよかったんですけどもね、これですね、こちらババンと、また見にくいかな、水筒の飲み口ね、これね、皆さんあんま水筒も持たないですか。でも最近結構水筒持つような人がね増えてきてるっぽいですけどもね、まあもう完全にこれキャッツさんと丸山さんのもう大喜利合戦になってますけど大丈夫ですかね。ねダジャレ合戦みたいになってますけど、キャッツさん水筒の中身はカールカランカラン言ってしょうがないじゃないですか。しかもちょっと飲み口に当たってちょっと大変だし、ね、水筒よ、これどこ九州の人かな、あれどこ、水筒よってどあれ水筒とかなんかそういう使うとこどこでしたっけ、博多の人だっけ、この方言、京都じゃないですもんね、水筒よ、どこだっけ、福岡かどっかの人だっけね、なんかこういう感じで喋る方言の女の子は結構ね今
人気だという何の話をしてるのか分かんないですけど、なんかそういうのがね、なんか方言使う女の子が可愛いって言ってるんですけど、いや違いますよ、水筒の飲み口ですよ、まあ、ある意味カールを挟んどけばあれかもしれないですけど、まあ、誠ちゃんがね、あの買ったのが、まあ、100均の水筒だったので、まあ、そんなにね、なんかもうどうせ誠ちゃん秋っぽいので、まあ、使わないかな、もう長く使わないかなと思って100均のにしてしまったのが、このまあね申し訳ないっていう感じだったのかもしれないんですけども、でもそれを買ったことによってこれに気づいてしまいましたからね、まあ水筒パッて開けたら、まあ本当の水筒ですよね。普通だとまあちょっとまあ飲みやすく、なんか飲み口がね、ちょっとこううまい具合に変わってるかもしれないですけど、まあ誠ちゃんは本当の筒ですよね、水入れる筒、本当の水筒ですけど、あれなんて普通こう入れれば、普通に考えればバシャってなるわ、バシャってなるわけですから、まあ、要は誠ちゃんパーって普通に飲んだらバシャってなったのでもうお昼からここもびっちょびちょっていうことでちょっとイラッとしてるんですけども、水筒で普通ゆっくりゆっくりゆっくり飲む人なんていないでしょ、ね、今まさにね、このご時世というかね、ペットボトル感覚でもうあのとこ開いたらパーってゴッ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 っていく感じで使うわけですからね、こんななんか恐れ恐れで飲むような水筒なんかあるわけないじゃないですか。それをね、どうして考えれなかったか、飲み口をね、もうちょっとこうバシャーってきた時のこの受け的なぐらいは100円の水筒でもねつけてほしかったかなっていうね、こうもうちょっと伝わりにくいかもしれないですけどもね、キャットさん水筒学部ああポイちゃん博多弁、丸山さんはカールかなああ続けてますね、いいですね、いいですね、続けてますね、いいですね、マラソン的な感じで丸山さん洗えない、丸山さん洗いにくい、どっちまあ洗いやすさで言えば洗いやすいですよ、本当の筒ですからね、筒ですよ、もうなんかどういうんだろうね、もう本当の水筒ですよ、円柱です、円柱、こういうね、ここにまあこういう蓋がついてる感じですよね、こういう感じですよ、本当にこうです、これです、これのここですよ、だからここ普通ここね、普通よこう、違うね普通ね、まあこう上から見て、まあこう割れば、まあなんかこう当てみたいのがあって、ここになんかね、こうちょっと飲みやすいよっていうね、ね、あの スターバックスとか喫茶店のね、あのコーヒーのこのなんかこうちょっとしかね、もうバサッて来ないよっていうようなついてるはずなのに、これがついておらずね、完全にもうジャッパーって出るやつですもん、これちょっと傾けただけでジャッパーです、もう受けがないから、もう鼻のところもボコボコボコって入って、これいくらなんでも単なる筒だけだったら賞味コストそんなかからず作れるでしょ、受けぐらいつけられるでしょっていうもうね、ほんと安易なもう水筒ね、もうちょっと考えられるんじゃないかなってこうね、バシャって鼻の下もう鼻の中にももう入って、もうなんか痛い痛いとか思いながらもね考えてましたけど、ケトさん水筒より魔法瓶を持っていればいいかなね、魔法瓶ね、魔法瓶もいいんですけど、だからね、誠ちゃんは結構ちゃんと1個買ったらずっと使うようなキャラクターというか人間であれば、もういきなりいいのバーン、象印のやつバーンってね、もうタイガーでもタイガー、魔法瓶って言ったらタイガーですよね、かなと思ったんですけどもね、絶対使わなくなるだろうと思ったんで、とりあえず最悪ね、あともうこう洗いづらいとかね、あるのでもうパーンってすぐ捨てられるように100均のでもいいかなってんで100均にしたんですけどもね、丸山さん、ああポイちゃん、なぜかワンプッシュの水筒が流行ってるますね、
そう、それね、パチンってやつね。そう、あれがね、いいなと思ったんですけどね、まあ、次はそれを買おうかなと思ってます。ね、丸山さん、竹筒水筒みたいな、それそれそれです。まさにそう、本当に。筒ですよ、筒。キャットさん、卒業証書入れるあれでないですか。まあ、それに近いですよね、ボンって。ボンってできるんですけど、まあ、ボンってやるキャップだったら、ジャバジャバジャバって出ちゃう、まあ、こうやつありますけど。ねキャットさん、ジャパーンっまあね、ジャパンとジャパンがかか、日本とあれがかかってるのかわかんないですけどもね。パクさん、カップ焼きそばの湯切り穴みたい。ああ、そう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 。もうなんかね、そういうのでもいい。うん、なんかそういうのでもいいからね、なんかこう、貼っつけといてほしいね。うん、それぐらいできるだろうみたいなね。お風呂に貼るこう髪の毛をね、うまく受け止めるようなあの穴みたいなやつ。ね、丸山さん、ジャパン、鼻洗浄。鼻洗浄になりましょう、本当に。本当に、お茶で鼻洗浄ですよ、本当に。しばらくもう緑茶臭かったですからね。ポケモンさん、それが1000円くらいのものなら文句言っていいけど、100円じゃ、いや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 、100円でもね、100円でもやっぱ、こだわってほしいですよね。ね、なんかもう、なんか100円でもこんなにやってやったぜ、みたいな。なんかこの、工場職人というか、職人魂というかね、見せつけてほしかったですけどもね。まあまあ、そこまでか。君たちの職人魂はそこまでのものだったのかという感じてしまいますけども。パンツさん、あ、どうもどうも。誠ちゃんです。おはようございます。ね。待ってましたよ。だから今週も、べしゃくっていきましょうね。みんなでやんややんや喋っていきましょう。気軽にね。ぽいちゃん、ペットボトルを再利用すれば。あ、これでもね、ぽいちゃん、まことちゃん使ってんすよ、ペットボトル。青汁とかなんかそういうの飲むときは、もう、茶渋的なもの、だお茶もそうですけどもね、麦茶系みたいなやつは、ペットボトル使ってます、ね。で、汚れたらパーンって捨てちゃえばいいんですけどもね。でもなんかペットボトルはおしゃれじゃないかなってこう思ってきたので、まあ、普通のねお水とかそういう感じだったりなんかちゃんとしたこうペットボトルおしゃれに使っちゃおうみたいなこうね東京にいるだけにやっぱ、ね、ちょっとおしゃれにこう使っちゃおうかなみたいなウィーっつって、ね、あれお前水筒みたいなあ俺水筒使ってるからってちょっと言いたいかなと思ったんですけどもね、まあ、やったそれを調子づいた人もブブブシャーバシャーってなっちゃって笑われるというね、オチに至ったわけですが、ね、キャットさん、誠ちゃんのギャラは100円均一100円でもこのねあればとりあえず嬉しいですけどもね、いやいやいや100円じゃ満足しないですよ。 もっと高々上の高みを目指していきます。高みにね、丸山さん筒抜け税込みじゃなくてね、でも税金抜きです。税金が108円ですね。正確に言えば108円ですから。ね、あれはどこだ、ダイソーだったか、うん、ねえ、ダイソーに108円払って買ってきて、バッシャーっすね。まあでもまあまあ、笑いを提供できたから、よかったかなっていうね、感じですけども。サトシさん、確認してから買えばよかったね。まあね、でもやっぱその何この水筒デビューできてないね、人間としては、まあ水筒以外でもそうですけども、やっぱ最初って分かんないですよね。そこまでのイメージができないというかね、なんかこう、あ、こんな事件が起きる、あ、こんなことが起きるかもしれないっていう想定の上ではなくて、もうワクワク感がもう勝ってしまってるから、なかなかそこまでいかないですよね。ね、お、水筒だっつって、もう自分のこの水筒ライフをもう想像してしまってますからね。あ、もうこんなおしゃれでお茶とか飲んじゃうみたいなね、ルイボスティーとか飲んじゃうこれでみたいな、もうなんかそういう、もうこうなってしまってるから、あのハプニング的なものね、トラップ的なものも一切もう排除してるわけですよね。もう恋と一緒ですよね、恋は盲目というんじゃないですけども、水筒盲目みたいになっちゃってる状態ですから、まことちゃんね、そこまでがね、想像できなかった、ね、
まあ、ある意味このべしゃくり侍で言えばよかったのかもしれないですね。まことちゃん水筒にはまってますと、水筒を買おうと思ってますとね、どういう水筒がいいですかっていうふうに相談した上で、やればよかったのかもしれないですね。なのでだから今後まことちゃんこんなんハマってる、こんなん買おうと思ってるっていうね、こう思ってましたら皆さんにご相談します。いや、なんでなんで俺の買うものをここで相談しなくちゃいけないのかなと思いますけど、まあでもまあね、まあ、みんなの意見を聞けばね、間違いはね、確実的にはぐっと減るかなと思いますね。キャットさん、おっぱっぴーの人ですかあ、よく言われますね。よく言われてました、ね、まあそうですと言っておきましょうかね。バクさん、まことちゃんも東京に染まってしまったか半分染まってますね。半分ね、この間もね、あの知り合いのねところに行ったら、お前なんか昔の群馬のあの鉛抜けてきたなって言われた瞬間にね、あ、俺ついに東京人になったかっていうね、ちょっとねこうちょっとこうねテンションが上がってしまいましたけどね。丸山さん、水筒ね、まあ大事ですよね。キャットさん、まことちゃん家を買うフリーター家を買う的な感じですかね。まあ、いや、買えるなら買いたいっすよね。もうなんか家賃払ってるのバカらしいっすもんね。で、まあ、いや、家買ってしまったら、まあ、もう完全にそこ拠点ですからね。水筒から家に出ましたよ、家に。大きくなりましたね。丸山さん、ファンの方から水筒のプレゼント募集。あ、いいっすね。なんかそんなあったらね、欲しいです。ね。象印でも。タイガーでもね、何でもいいですよ、もうね、もうなんか手頃な水筒あったら受け付けてますんでね、どうぞ番組宛てにお待ちしておりますね。まことちゃんが水筒でね、びしょびしょにならないようにどうかよろしくお願いいたしますね。ぽよちゃん、特訓だ、水筒でお茶を飲む練習するんだやります。恐るこぼれない、どの角度までいけるかみたいなあ、ここまでいったらバッシャーみたいなね、今度はリバースシリーズに続いてバッシャーシリーズができるかもしれないですね。この水筒だとこの角度までいくとこのバッシャーみたいな考えてやりますね。ということでね、もしね今見てる方々の中でね、まあタイガーさんとかね、象印さんとか、やっぱあの辺にやっぱね職人魂的なスピリットがあるから、まあそういうことはないと思いますけどもね、もし水筒業界の方がいたら、ね、ぜひとも必ずあの受け的なものはね、考えてくださいね。そうじゃないと誠ちゃんみたいなね、お茶等で鼻洗浄する、サラリーマンの方、OL の方ね、増えてしまいますので、ぜひとも、よろしくお願いいたしますね。まあ、サラリーマンの人だったらね、まあ、なんか逆にこうね、話題のあれになるから、ネタ提供みたいになるからいいかもしれないですけどもね、まあさすがに OL さんはね、まあね、あのちょっとこう、まあね、あの女子力低下の要因となってしまいますからね、まあ女性のためにということでもね、明日の朝の会でも話し合ってみてくださいね、よろしくどうぞお願いいたします。さあね、次のね、やついきたいんですかね。まあこれまあ前々からなんとなく気づいてたんですけどもね、まあ最近特にかな、ね、ちょっとまあ気になっててね、見たんですが、ね、まあ、さっきの女性シリーズということで、こちらいっちゃいましょう。ババーンと。はい、あ、見づらい。はい、サイズの合っていない女性のヒール。ね、こちらですね。まあ、皆さんも、わりかし、ね、まあ、どっかショッピングモールとか行けば見るんじゃないかなと思うんですけどもね、まあ、特にあのね、まことちゃんとか、まあ、あの都会東京ね、なんかビルがいっぱいあるようなところを歩くと
結構目立つんですけども、あのサイズが合ってない女の人いますよね、あのヒール。あれなんであんなにも合わないものを買うのか。まあもともと合ってて、そのなんていうんですかね、あのヒールとか革靴ってある程度ね、あのこの使ってくると伸びるってわけじゃないですけどね、ちょっとこういい感じに緩むというかね、っていうのは聞いたことがあるので、誠ちゃんそんなにね革靴とかそういうなんかね、いいものを履くような人間じゃないのでね、よくはわからないんですけども、あれってね、何、選ぶ基準ってどういうのなんですか。やっぱあれはやっぱね、多少サイズよりちっちゃめのを選んで、使い古してフィットさせていくのかね、お財布的な感覚とは違うと思いますけどね、革のお財布とかもまあ使ってくるとね、どんどんこの味が出てきていい感じになるっていうんじゃないですけど、まあ、ヒールとかもね、なんかほんとね、指2本ぐらいね、入っちゃうような人いるでしょうね。だからなんか逆に辛そうじゃないのかなと思って、なんつうんだろう、こうなんていうんですか、こう、あ俺やばいな、あ、いける、なんかここのこれいけるでしょ、これヒール足、ここがめっちゃこのね間空いてる人、指2本ぐらいこうね入っちゃう人いるでしょね。もともとでも2本入るため、2本開くぐらいでの購入ではないですよね。まあ買った時はおそらくピタッとしてるんでしょうけども、だからもう歩く時なんかこうこんなになってる子いるでしょうね。ねえ、かわいそうだなと思って、だから誰かなんかこう皆さんヒールの選び方的なの知ってる人いますか。まあ、いないだろうな。ねえ、あれパンツーさんとかどうだろう、履かないか。丸山さん、ヒールアホみたいな。ヒールです。マクさん、女性のヒールは気にしたことないです。まあ、見ないっすか。まあ、見ないっすかっていうのも、見ないっすかっていうのもおかしいか。丸山さん、朝じゃなくて夜でもないヒールがいいの。それ、昼っす。棒取ってください。棒取ってください。ヒールじゃないです。昼です。ね。ポイちゃん、パッカパッカ音立ててる人いるよね。そうです。空き缶のやつでこう、今のパッカパッカみたいなやつじゃないですけども。もうあんなんで入ってるから、もうなんか女の人体歪むんじゃないのかなっていうね。あとはもう、なんていうんですか、このヒールのここの部分がびっくりするぐらいすり減ってる人いるでしょうね。なんかこのなんだろう、後ろから見るとどうやったらそんなすれ方するのみたいなね。足あって、なんかね、これ後ろから見た絵ですよ。ここ何かで切られたみたいな、刀かなんかで刃物で切られたぐらい、なんか斜めでバシャーってなってる人いるから、こういう感じで歩いてる人いるけどね。ぽいちゃんが言うようにね、丸山さん、もしくはビール、違う、そんなシュワシュワはしてないですよ、シュワシュワは。
まあ、シュワシュワしてるヒールあったら面白いだろうな。歩くためにシュワ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 ってね。あ、見てみたいね、アガサ博士とか作ってくんないかな、コナンとかにね。バクさん、その音は悪役、あ、その発音は悪役、ヒールが、それともパッカパッカどれや、ぽいじゃん、ハイヒールっていいね。あ、ハイヒールね、ハイヒールですね。じゃあハイヒールね、ハイヒール、ハイヒール、ハイヒールって言うと桃子さんになっちゃいますね。ね、芸人さんの大先輩のね、大先輩の人を思い出してしまいますけどね、そうそうそう、は、まあ、ハイヒールですね、ハイヒールね。あれ、ハイヒールってでもこれ、この後ろのここの部分ってやっぱこの、やっぱすり減ったらもうダメなんでしょ、やっぱね。あの普通の僕らのスニーカーとか運動靴と一緒で、もう こうなってしまったらやっぱもう履き替えた方がいいんでしょうね。あとはこの何、2本指ぐらい入っちゃう隙間が空いてるともう買い替えるべきなんでしょ、やっぱりね。誰か女性の方いますか、こん中いないかな、今日見てる人いないかなね、このハイヒール、あ、ハイヒール、あ、ヒールじゃないね、ハイヒールね、ね、ハイヒールね、はい、ハイヒールね、これね、これでね、ぽいちゃんちゃんと書きましたよね、ハイヒールね、ね。これ、はい、ぽいちゃん、かかとに釘を打っておくとすり減らなくていいんだけど、ここに釘打つんですか、こうやって火花出そうじゃないね、釘打ったらね、なんかこうバチ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 っつって夜な夜な真っ暗な街灯がないところ、え、なんかあそこなんか出てない、花火やってんのかなみたいな、パーって言ったらハイヒールから火出てるみたいなね、う馬の蹄みたいになってたね。トビオさん、あ、トビオさん、はじめまして、誠ちゃんです、 ありがとうございます、コメントいただいてね、ハイヒール履いても背が高く見えない子いるよね。あ、います、ね、いる、うん、確かに、うん、あ、それも気になるね、確かに、うん、ヒール履いてるのに、え、その尺みたいな。ね、いますね。あ、トビオさん、いいっすね。あ、はい。なんか、ハイヒールエピソードみたいなの欲しいっすね、なんかね。ぽよちゃん、私の靴もかかとに釘打ってある。釘打ってんの？釘出ちゃいません、大丈夫ですか、まあ、ハイヒールで言うならば、まあ、ハイヒールはねここの部分があるからあれかもしれないですけど、男が履く革靴ってことでしょ、おいしゃね、男の革靴なんてだってこう、こんな感じでしょ、こう、こんな感じでしょねこれ、じゃあぽよちゃん靴にしとこうか、こうやってこれのこのこう、ここのとこに釘をパッパッパッって入ってるわけでしょ、ここにぽよちゃんこうやって、何本ぐらい入れるんですか、全部びっちり埋まるぐらい。こんな感じですか、ぽよちゃん合ってます、ぽよちゃんの靴ね。そしたらでもさ、革靴の人ってやっぱここ出ちゃいません、ここ出ないか、短い釘だったら出ないのかね。バクさん、高校生の時革靴のかかとに金具を釘で打ち付けてたな、
でもこれさっき言ってた馬のひずめみたいなやつと一緒じゃないですか、完全に。え、なんか、それはやっぱ単純にすり減らないようにって感じですか。なんかもう私野球部のスパイクでなんか先っちょになんかこうなんかつけてたことありますけど、そんな感じですか。へえ、まあ、バクさんとかポヨちゃんの世代ってやっぱそれが当たり前な感じ。今の若い子たちってそんなんやらないでしょね。バクさん、ポヨちゃんは現役ヤンキーですか。どうですかぽいちゃん、ヤンキーですかね。ぽいちゃん、バクさん、なんてことを。あー、当たっちゃったパターン、これ。ぽよちゃん、ヤンキーですか。じゃあこれ。ぽよちゃんのヤンキー仕様ってことでいいですか。じゃあヤンキー仕様の靴ってことでね、ぽよちゃんの靴。ね、あ、そうなんですか。いや、釘を打つとすり減らないっていうのは初めて知りましたね。あ、じゃあこの見てる皆さんでね、若い子とか特にさとしさんとかあれじゃないですかね、釘打っといた方がいいんじゃないですかね。芸人さんらしいのでね、靴とか舞台とかで履くのでね、やっぱすり減らないようにしておいた方がいいかなと思いますよ。ね、ぽよちゃん、突起を蹴るときにちょうどいいんだよ。僕ね、ぽよちゃんに一回も蹴られたことがない。一回も蹴られたことないね。むしろなんかね、いつもなんか会ったときにはなんかこう優しくなんかね、声をかけてもらってるのでね。じゃあ次回ね、もう遊びに来ていただいたときはね、そのぽよちゃんのこの釘仕様のヤンキー靴をね、持ってきてください。お願いしますね。楽しみに待ってますんでね。バクさん、自転車をニコイチで作ったりしてただものではないと思ってました。自転車を作る、え、フレームから。フレームからスポークから、ホイールからタイヤのゴムまで、すごいな、すごいな。ね、今ですらね、なんかまあクロスバイクとかね、ロードバイクとかっていうのは結構ねバラしたりとかなんだりとかねしてね作れますけどね、ヒルクライムとかやってる人とかね、みんなバラして車に積んで持ってってますけども、そういう作るじゃないでしょね。ぽよちゃん、手先が器用なだけです。いや、十分ですよ、十分です。チャリンコっていうか、ぽよちゃんサイクル立ち上げたらいいじゃないですかね。ぽよちゃん、ぽよサイクル。ねえ、やりましょう、ぽよちゃん、ぽよちゃんやりましょう、ぽよサイクル。そしたらまことちゃんチャリ使いますよ。べしゃくり侍ってこの辺に飾っておきますよ、ぽよサイクルの。ねえ、バクさん、2つの自転車から1つの自転車を作るんです。あ、融合させる。 A というチャリンコ、B というチャリンコ合体して AB チャリンコ。あ、まあでもこれだったら、まあ誠ちゃんも高校の時に工業科だったので、機械科だったのでやりましたけどね、チャリンコばらして、まあ要は両方が壊れててそれぞれ機能しないんで、じゃあちょっといいとこ取ってね、新しいチャリンコ作るかみたいなね、やってましたけどもね。ちなみに車のニコイチはよく盗難車にあります。と、あ、2個を1個にで2個1。あ、ちなみに車の2個1ってよくあれ、何、切断してくっつけて、溶接でくっつけてるみたいな感じってことですか、車の2個1って。え、分かんない、誠ちゃんの世代ではないんだろうな。え、どういうこと、こういう、こういう感じで、こういうこと？
これを買って、まあ、A っていう車、B っていう車で、ここを溶接して、何 C っていう車を作る感じですか？バクさん、これで合ってます？違うのか？でもそういうことだろうな、ニコイチって A と B を合わせて、よくあの改造車でめっちゃ長い車とかもそんな感じだもんね。あのバーってグラインダーとか高速カットバーって切って溶接してって感じですもんね。あ、これをニコイチって言うんだね。あ、勉強になりました。ぽいちゃん、トッキーのバイクもニコイチあ、やりますね。ね、まことちゃんのバイクちょっとね壊れてますから、先の方がね、なのでそのあたりをニコイチしようかなとね、まあ、でもこんなこと言ったらどっかでニコイチってできたら、あ、なんでもそういう感じの2個を1個にしてるんだろうなみたいな、ちょっとイメージになっちゃいますよね。バクさん、大雑把に言えばそうです。あ、なるほどね。でもこんなんだって一般の素人の人できないでしょ。どっかの板金屋さんとかそういうとこじゃないとできないでしょねえ。こんなだって A と B をくっつけるなんてね、なんかボンネットだけをくっつけるとかね、だったらね、セドリックにカローラのボンネットをつけるみたいじゃないですけどもね、それだったらなんか一般でもできるかもしれないですけど。バクさん、誠ちゃんのバイクも車体番号とナンバーが一致しないの？いやいやいやします、します、さすがに、さすがにしますします。そうじゃないと私捕まってますからね。あ、なるほど、そうだったんですね。あ、これまた今日もねいいこと聞きました。2つ聞きましたよね。かかとがすり減らないにはするには釘を打つとね、あとはね、A と B というものを合わせて2個のものを1個で2個1というね、ことでいいこと知りましたね。まあ、だからまあまあ、な、え、何の話してたの？あ、ヒール、ハイヒールの話だね。ハイヒールの話してたんですよね。もしだからね、なんかこう、まあ、女性の方いたらすぐ変えた方がいいですよね。なんかハイヒールの傾きはあんま良くないみたいなんでね、ちょっとね後ろから見るとちょっとねちょっとダサいですね。なのでよかったらすぐ買い替えてくださいね。まあ、彼氏がいる方だったら彼氏にちょっとハイヒールすり減ったから交換したいみたいな感じで言ってみてくださいね。します。じゃあ最後ですね、1個ね行きたいと思いますね。ここもさらっと最後ない行きたいと思いますね。もう別に恨みがあるわけでこれを書いたわけではないんですがいつも来るたびに気になったんでちょっと書きました。こちらです。ババーン、はい。事務所のハンドソープね、はいね、はい。これね、まあ、お父ちゃんいつも来るたびになんかね容器だけは綺麗になってるんで、あ、今週こそ入ってんのかなと思ったらね、今週も入ってないっていうね、いつになったらあのハンドソープいっぱいになるのかという感じで、まあもうね、もう入れる予定がないのならば、ね、そーっとね、なくしていただけたらこのちょっと変な期待感を持たずに済むのかなと思うんですがね、もしあのまま来週もあるのならば入っててほしいなとおことちゃんは思う次第でございますね。いやいや、バクさん、いやだから違います、そういうことそうではないです。決して批判はしてないですけどもね、やっぱなんでしょう、このハンドソープ使ってこう手洗う習慣がついてしまってるとパッて見るとね使いたくなっちゃうというか、まあね、なのでどうしても手がいっちゃうじゃないですか。でも手いってもこうファスファスファスみたいにだとちょっとこう、ああ裏切られた今週もみたいなちょっと気分になってしまうのでね、ちょっとこの入りがいつもよりこうね、下からこうスタートになってしまう、ここのこの部分が、ここの部分がね、このハンドソープのせいというわけじゃないですけど、まことちゃんがハンドソープに手をこうかけたがゆえにここまでちょっとグッて下がった状態でのテンションをこう上げてべしゃくり侍が始まっていくっていう感じになってしまうので、ね、批判じゃないです。ぽいちゃん
いや社長にも言えないですね、津田さんがそっと入れてくれることを祈ってますね、もう今ここで津田さんがね何かのきっかけでべしゃくりをちょこっとこの時間だけパッて見てくれたら、あ入れなくちゃなっていうふうに伝わってることを、祈りますね、津田さんもし見てたらそっと入れといてください、お願いしますね、他のタレントも使うかと思うので、ねこれはあのタレント代表としてのお願いです。どうぞよろしくお願いいたします。ね、こんな感じでいいですかね。パクさん、このコメントは言わないようにしておきます。ね、お前買ってこいっていう風になってしまいますのでね。さあ、まあ、今週もまたね、いい感じになってきたのでね、先にね、お知らせの方だけしたいなと思います。ね、まあ、べしゃくり侍ね、気軽にね、あの先ほどトビオさんとかね、初めての方とかね、まあ、パンツーさんいらっしゃるかね、また、ね、どんどんもね、気軽に、もう、ぽよちゃんとかも皆さん、本当ありがとうございますね、気軽にいろんなこともさらっと言ってくれれば結構なのでね、みんなでワイワイ、ガヤガヤね、していきたいなと、この番組は思ってるんですけども、それのね、なんかこう、こんなことで話したい、あんなのちょっと食レポしてよとかね、いろいろありましたら、こちらの方に、バンと、あ、見えてないかな、番組のメールアドレスですね、サムライ、@冒険王.co.jp の方に送っていただければ、ご紹介できるかなと思います。先週で言うとですね、あのぽよちゃんが、ぽよちゃんの地域での珍しい調味料とかがね、あったので送りますっていう感じでね、そういうプレゼントも、べしゃくり侍は待ってますのでね、送ってきていただければ、食レポと一緒でご紹介できるかなと思いますので、よかったらよろしくお願いしますね、こちらですね、よろしくお願いしますね、まあ、最悪番組でね、皆さんがねコメントしてくれれば全然紹介できるかなと思いますので、そちらでもどうぞよろしくお願いします。そしてもう一個こちらですね、バンと、まことちゃんツイッターを、一応やっております。アットマークトッキーちゃんで、検索していただければ、出てきますのでね、あの梅津和夫さんのまことちゃんのまことちゃんなだけにまことちゃんのアイコンにしてますので、どうぞ、フォローの方よろしくお願いしますね、すぐリフォローしますのでね、よろしくお願いしますね、トビオさんとか、どうぞよろしくお願いしますね、まああとはこれ見ててね、まだフォローされてない方いらしたらどうぞよろしくお願いします。まことちゃんのツイッターよろしくお願いします。さあ、こんな感じでいいですかね、はい。さあ、爆さん、津田さん今頃アイドル DVD 見ながらビールでしょう最低ですねタレントが頑張ってるのにこの時間に、それはもう許せないです。でもね、最近の津田さん、この間一昨日事務所に来たんですけども、ちょっとねおしゃれな髪型になってたんでね、皆さん見てくださいね、GMO チャンネル突っ込んであげてくださいね、おしゃれになりましたねと。はい、ぽよちゃん、AKB 相手に結構な人数が見に来てくれてます。おー、ありがとうございます、本当にね、よろしくお願いします。トビオさん、背景は合成ですか、細かいですが気になりました。あ、いえいえ、合成ですね。これなんか今度は変えようかなと思ってて、なんか皆さんのなんかべしゃくり侍っぽいなんかあったら背景あったらお願いしますね、募集してますまことちゃんもいろいろなんかこんなんがいいかなってね、こうお風呂の中で考えてたりはするんですけどもね、まあよかったらどうぞ皆さんで背景考えましょうよろしくお願いしますね。もうそろそろべしゃくり侍も1年経つのでね、それを機に変えたいなと思います。バクさん、相棒はまだ忙しいのと、忙しいです、もうちょっとですね、よろしくお願いしますね。まあそんな感じで、今週もあんじゃねえかんじゃねえお話ししてきましたが、お時間です。ありがとうございました。